すごい買い掘りに行きよったのと、あと親父とかじいさんがパンツで泳ぐね、その白いブリーフだ、その当時で、こう海から上がってきたらここに水が溜まっとってボーンとなるそれをすごい覚えとって、あとはあのその記憶の中でもいいことを結構覚えてた。その当時はすごいあの嫌だった、まあ、例えばあのパンツとかつながれる、本当はね、あの綺麗にまとめとるきゃいけない話なんだけど、こういうふうに質問されるの、きなりフルチンの毛がいいか、ボコボコの毛がいいか、どっちがいいみたいな。それは子供がかわいそうな毛、あんま言うなって言われる、うん、でも、それがあったら殴られる方がやっぱりいいんや、うん、パンツ脱がされたら、うん、女の子おるとこでやられるけ、うん、でも、そういう記憶はすごい覚えてるのと、あと